こういう家電ザッピングズあるんですけど、これね、結構型式見ると、だいたい型式見ればわかるんですけど、サビ。これラジエーター入ってんですよね、ラジエーター。これも ラジエーター入ってますね。あとラジエーターと黒モーター入ってんですよ。これも確か、これはわかんねえな。ああ、持ってってみるか。ちょっと見えるように加工するか。はい、黒モーターでエアコンラジエーターで、これ持ってってみるか、スクラップ屋さんに。ゴミ。ごちゃ混ぜだな、ごちゃ混ぜ。綺麗な鉄くずですよね。綺麗ですよ、綺麗。もうシャーとかギロでも通るんじゃないですかね。まあ、このファンヒーター3台はちょっとわかんないけど。よし。近所のスクラップ屋さんに置いてきちゃいます。これもそうだったのかな。売ったら？これは売れないよ。もうだって99年製の古いやつだから。あ、これもそうだったんだ。除湿機、空気清浄機とか除湿機、これもそう。黒モーターとラジエーターが入ってるやつだ。これ持ってけばよかったな。あ、それ取ってきな、おもちゃ遊びな。軽トラック平積みで、なんと6000円超えました。ガサ鉄。いやー、鉄くずはお金になる。だから軽トラック持ってる人は、もう自分でスクラップ屋さんに売りに行けば、すごい小遣いになりますよ。あのガサ鉄軽トラック平積みで、6000ですもん。で、まあ、話は変わりますけど、除湿機とか、パッと見て、家電雑品に見えますよね。けど、家電雑品の中にも、結構黒モーターとラジエーターで構成されてるやつがあるんですけど、あれは、まあ本当は、もっと高いとこあるんですけど、あれ、鉄くずで通りました。2台。で、これは、海外系のスクラップ屋さんなら、喜んで買う鉄くず。鉄くず48円ぐらいだったかな。喜んで買う。海外系のスクラップ屋さんなら。逆に国内系のスクラップ屋さんはあんまり買わないかもしれない、逆に。だから、まあ、あんなの重量にしたらたかが知っちゃもんですけど、まあ、そういう
話もあるっていうことで、もう家電雑品で持った時重いなって思った時は中に何か入ってる可能性がありますよね。うん、何入ってるかちょっと自分も最近バラシは全然やってないのでわかんないんですけど、持ち上げた時重いなって思う場合はモーター、豆トランスとか入ってる可能性もあるけど、中には石とか砂とか入ってる場合あるんですよね。だから、うん、物見てですよね。まあ、バラシはやってないからな。あとはスクラップ屋さんとの交渉次第ですよね。今回みたいに、うん、ということで以上。